ではここからは実際にホワイトボードを使ってみるというところで、操作方法、具体的な機能についてご紹介していきたいと思います。今回例として挙げているポスターセッションであったり、学期末の発表会など、発表資料をホワイトボードに挙げられること多くあるかと思います。ミロのホワイトボードには、パワーポイント、もしくは PDF などの資料を貼り付けることが可能となっております。表示の形式といたしましては、ページ送りが可能な表示、もしくはタイル上に全ページを並べて表示することが可能となっております。また、来場者は、ホワイトボード上に掲載されている資料をダウンロードすることも可能となっております。表示形式の切り替え方法ですが、表示形式を変更したいオブジェクトをクリックいただきますと、ご覧いただいているようなメニューが表示されます。そちらから、ここで表示しているアイコン、クリックいただきますと、表示形式を変更することができます。どういった変更が可能かといいますと、ページ送りが可能な表示と、タイル上に全ページを並べて表示する2つの方法が可能です。実際にこちらの形式で表示したサンプル、このイベント会場にも用意しておりますので、後ほどご覧いただければと思いますが、ページ送りが可能な表示につきましては、扉ページが表示されていて、右側、左側をクリックすることによってページを送ることができるような、そういった表示、もしくはタイル上に全ページを並べて表示する、場合、こちらの場合ですと、PDF が、画像のようにホワイトボード上に掲載されて、すべてを一目瞭然で見ることができるような表示、2つの表示形式が可能となっております。発表資料のダウンロードについて、来場者の方、もしくはホスト、イベント参加者、誰でもイベント資料、ホワイトボード上に掲載されているオブジェクトにつきましては、ダウンロードすることが可能となっております。こちらも同じくダウンロードしたい PDF やパワーポイントをクリックいただきますと、先ほどと同じようなメニューが開きます。そこから下向きの矢印をクリックいただきますと、ダウンロードすることができます。ダウンロード制限された場合、こちら注意が必要です。ダウンロードの制限機能につきましては、有料アカウントのみの権限となっておりますので、ミロのアカウントを有料プランにすることをご検討いただく必要がございます。ですので、イベントの掲載した資料閲覧のみは OK で、持ち帰っていただくことは防止されたいという場合には、ミロのアカウント、有料アカウントに変更することをご検討いただけますと幸いです。発表資料の注意点、ご紹介します。ファイルサイズの上限は 30MB までとなっております。また、パワーポイント内に埋め込みの動画や、GIF 画像につきましては再生されず画像での表示となります。ファイルサイズやスライドの枚数によっては読み込みに時間がかかり、一瞬ぼやけたような見た目になることがございます。ただし、こちらにつきましては、読み込みが終了すれば鮮明に見えますのでご安心ください。ホワイトボードを開いて来場者の方が、コンテンツを見ているけれども、なかなか全て読み込めないというふうなことであったりだとか、もしくは一部が表示されないというふうなことがございましたら、一度ファイルサイズを小さくすることをご検討いただきますと、読み込みが早くなりまして、そういった、ぼやけて見えるということがなくなり、早い読み込みを実現いただくことができるかと思います。